アルゴス。アルゴスは、ギリシャ共和国ペロポネソス地方東北部にある人口、約2万5000人の都市。古代ギリシアの都市国家であり、古代アルゴリスの中心地であった。現在は、アルゴリダ県市に属し、同市の中心地区である。アルゴスのある地方は、アルゴリス、アルゴリス、アルゴリダ、アルゲアなどの名で知られる。また、そこに住む人は、ラテン語。 アーグアイビ、英語、アーグイブスと呼ばれている。エティオロジーでは、この名前は、神話における町の設立者アルゴス、ゼウスとニオベイの子に由来するとされている。ダナオス、お参照。アルゴスの町は、ペロポネソス半島の東北部、の奥から約6キロメートルほど離れた内陸に位置する。ペロポネソス地方東北部最大の都市コリントスと、 同地方の主婦トリポリの中間にあり、コリントスからは南南西約 40km、トリポリからは東北東約 35km の距離にある。アルゴスの東南約 10km には歴史的な港湾都市ナフプリオがあり、アルゴリダ県の県とはナフプリオに置かれてる。現在のアルゴスは古代のアルゴスと同じ位置にあり、市街地の中に劇場やアゴラ、広場、 浴場などの遺跡がある。かつては、周辺地域も含めて自治体アルゴス市を形成していたが、2010年に行われた地方制度改革により、ミキネス市、古城、ミケーネなどと合併し、市の一部となった。アルゴリコスワンの湾王に広がるアルゴス平野の中心に位置する、アルゴス平野周辺は、 ミケーネ文明が栄えた土地であり、アルゴスの北約1 0トルにはミケーネの遺跡が、東南約7 5トルにはティリンスの遺跡がある。市街の西には標高2 6 7ルの丘は、古代にはアクロポリスとして使われ、中世にはベネツヤ人によってラリッサ城が築かれた。アルゴスからミケーネに向かって45スタディア、 約8 3トルのところに、新石器時代の居住区があり、その近くにアルゴリア地方の中央聖域がある。この聖域は、ヘイラー、アーギビアン・ヘイラーを祀ったもので、この神殿、寺院の、主な祭りは、ヘカトンベー百匹の牛を池に捧げることだった。バルター・ブリケルトはその著書ホモネ・キンスの中で、この祭りを、ヘルメースによる百岩の巨人アルゴス暗殺の神話と、 結びつけているが、かつては、ヘルメースの異名、アルゲーポンテイス、アーグイフォンテス。早い時期から、アルゴスを殺したものとして理解されていたという言葉は、実際には、インドヨーロッパそこのアーグ、アーグ、転じたアージャイローズは、銀の意味を語源とする形容詞のアーガス。チラチラ光る、動きの速いで、明るく輝く、またはそれに類似する意味を持ち、 地名や百眼の巨人アルゴスとの関係は二次的なものに過ぎないという推論があった。前置きはさておき、アルゴスは未経年文明の時代、重要な要塞であった。未経年やティリンスといった近隣の都市国家の中で、肥沃なアルゴス平野の中央の見晴らしの良い場所にあったため、かなり早い時期から居住区になった。アルゴリド、アルゴス人のことは、ローマでもアルゲア。 アージアとして知られていた。しかし、アルゴスの重要性は、紀元前6世紀以降、近隣のスパルタによって、影が薄くなってしまった。さらに、ペルシア戦争への参加を拒否したことで、アルゴスは、ギリシアの他のほとんどの都市国家から孤立してしまった。それでもアルゴスは中立を貫いた。紀元前5世紀のスパルタとアテナイの争いでは、アテナイと同盟を結んだが、 何の役にも立たなかった。十二世紀、ラリッサの丘の古代都市があったところに、ラリッサ城、カストロ・ラリサが建てられた。アルゴスは十字軍、続いて、ベネツィア共和国の手に落ち、1643年には、オスマン帝国に占領された。1686年、ベネツィアのフランチェスコ・モロジーニが一旦攻略したが、1716年に、 オスマン帝国に奪還された。1821年にギリシャ独立戦争が始まると、ギリシャ各地に多くの小さな共和政体が生まれた。ペロポネソスには独立派の臨時政府としてペロポネソス議会が生まれ、その下にアルゴスでも1821年5月26日にアルゴス執政政府コンスレットオブアルゴスの設立が宣言された。 スタマテロス・アントノプロスという人物が執政官に就任、在位、1821年3月2日から5月26日、したが、短命なこの地方政府のただ一人の元首となった。アルゴスの政府は、エピラウロスの第一国民会議で成立した、統一暫定政府の権威を認め、最終的には、ギリシャ王国に交流していく。重要な都市の遺跡は現存していて、 ツーリストに人気の観光名所となっている。この地域の主要産業は農業で中でも柑橘系の果物の収穫が大きな割合を占めている。オリーブも人気である。アルゴス地区は市を構成する行政区リモティケーティタである。かつてはアルゴリガ県に属する自治体アルゴス市であったがカリクラティス改革に伴う自治体統廃合。 2011年1月始行によって、アルゴスイコールミキネス氏が編成された。コリントスからトリポリを経由して、西南端のカラマタへ、ペロポネソス半島を貫く、幹線交通路にあたる。アルゴスは、ギリシア神話の主要な部隊の一つである。半身の英雄ペルセウスは、アルゴスの王女ダナエが、黄金の雨に姿を変えたゼウスとの間になした、子である。 メデューサを退治し、アンドロメダーを救い出して、妻に迎えたペルセウスは、アルゴスに帰国して、王となったと伝えられる。ギリシア神話に登場するアルゴス王たちを挙げると、イーナコス、ポローネウス、アルゴス、アゲーノール、トリオパス、イーアソス、クロトオポス、ステネーラース、ペラスゴス、または、ゲラーノール、ダナオス、デュンケウス、アバース、アクリシオス、クロイトス、メガペンテース、 ペルセウス、アルゲオス、アナクサゴラースがいる。それ以降は、ビアース、メラムプース、アナクサゴラースの子孫である三人の王たちがアルゴスを統治した。メラムプースからは、マンティオス、オイクレース、アムピアラーオス、そしてエピゴノイとして戦うアルクマイオン、アムピロコス、兄弟まで続いた。ビアースからは、タラオスからアムピアラーオスと共に、 テーバイゼメの七章の悲劇を招くアドラーストスへと続いた。アナクサゴラースからはアレクトール、イーピス、ステネロス、カパネウスと続いた。この家系は他の二つの家系より長く続き、最終的にはこの家系のキュララベースが王国を再統一した。アルゴス考古学博物館は劇場やアゴラといったこの詩の主要内籍から発掘されたものだけでなく、 デル内跡からのものも収めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。